スクリニック赤ちゃんいらっしゃい教えて北条先生放送100回記念スペシャル。時刻は2時を回りました。この時間は予定を変更しましてアイレディースクリニック赤ちゃんいらっしゃい教えて北条先生放送100回記念スペシャルをお送りいたします。お相手は皆さん先ほどもお会いしました毎週金曜日眉アシスタント上条美希です。よろしくお願いします。毎週ですね金曜日9時半頃から放送しています。アイレディースクリニック赤ちゃんいらっしゃいのコーナー内の教えて北条先生が、はあ、もうそんなになるんだって感じですけれども2015年5月から始まって本日慰霊の日6月23日で放送100回を迎えました。それを記念しまして普段スタジオの中から生放送しているんですけれど今回はアイレディスクリニックのこの2階の受付ですね。もう患者さんもいるし子どもたちもあのソファーでゲームしてる子もいますね。いっぱいねくつろぎながらそういう場所で私たち一角をお借りしまして生放送していきたいと思います。この放送はですね FM 小座と FM 宜野湾そして FM 那覇の3局同時放送となっています。なんですけれどもなんとですよまだ北条先生がいらっしゃってないんですなオペってあのさいやでもこれはこればっかりはねどうしようもできないですからね。自然のね流れってありますからね。私ちょっと今ですね代わりとかではなくてですねスタッフさん2人を拉致してお願いして連れてきてまいりました。後から2人紹介したいと思います。北条先生が来るまでよろしくお願いしますねはい、この後ですね北条先生に登場していただいてまたコーナーに関してのコメントとかもいただきたいと思っています。また北条先生お時間の許す限りお話を伺っていくんですけれどもスタッフさんたちやそしてまあできればこの患者さんたちや妊婦さんたち周りにいるねせっかく生放送ですからこのお出かけ放送ですから皆さんに出演していただいてお話伺っていただきたい行きたいなと思っています。この番組ではリスナーの皆様からのメッセージお待ちしております。北条先生に聞いてみたいこと、相談してみたいこと、お悩み相談、また時事ネタ、社会問題まで皆さんどしどしメッセージお寄せください。メールアドレスは761@fmkoza.jp 761@fmkoza.jp です。またこの番組はツイキャスで映像と音声ネット配信しています。皆さん今日もよろしくお願いします。いろいろ来てますね。このクリニックの様子ちょっと見えますか。後ろにねすごい本棚っていうか図書館みたいな本棚があって絵本がいっぱい並べられている前で私たち喋っていますよ。皆さんこれ FM 小座のホームページからユーストリームまたツイキャス見れますからどしどし見てみてください。そしてメッセージもよろしくお願いします。アイレディースクリニック赤ちゃんいらっしゃい教えて北条先生放送100回記念スペシャル。この番組はお母さんの幸せそれは家族の幸せアイレディースクリニックの提供でお送りします。お母さんの幸せそれは家族の幸せ。私たちは生まれてくる小さな命を守るためにお母さんの幸せを考えます。笑顔と真心を込めてお問い合わせは 937-1111 アイレディースクリニック。
は2時5分を回りました。アイレディスクリニック赤ちゃんいらっしゃい教えて北条先生放送100回記念スペシャルを沖縄市三里にあります。先生来たね血だらけで来るかと思ったら先生綺麗にしてきましたね。始まってますよ先生。はい、沖縄市三里にありますアイレディスクリニック2階のこの特別ブースより生放送でお送りしています。お相手は上条美希です。そして皆さんちょっと自己紹介していただいていいですか。きっとエステですよね。はい、はい、少しマイク近くですから、はいはい、クリニック内1階にあるエステサロンブリスデマールのトーバルと申します。トーバルさんよろしくお願いします。すごいこっちの唇のほくろが美しいですね。 ありがとうございます。これ、食欲旺盛な人のほくろらしいですよね。さっきアプリコットのレストランでいっぱい食べてきました、はい、あそう、はい、見てましたそれ私隣で見てました。そうですね、あよろしくお願いします。よろしくお願いします。そして先ほど私たちに美味しい飲み物とご飯とアイスクリームをくださったアプリコットの自己紹介お願いします。1階レストランレストランダイニングコットの杉山と申します。杉山さんとトーバルさんよろしくお願いします。普段このなんか産婦人科にエステって、はい、私ちょっと最初聞いた時びっくりしたんですけれども、はい、エステでは何をされてるんですか。はい、私たちエステサロンでは、一般の方から妊婦さん、また妊活中の方も安心してご利用いただける女性専用のエステサロンになっています。はい、何か普通のエステとは違うんですか。そうですね、うん、女性特有の悩みに合わせて、うん、一人一人の悩みや体質などを合わせたトリートメントを行っております。お腹のトリートメントですか。体、ボディ全身や、あとはお顔のフェイシャルトリートメント、そしてあと珍しいのがシャンプーも、はい、行っております。シャンプー、はい、どういうところが珍しいんですか。シャンプーは多分美容室とか、そういったところについてると思うんですけど、はい、髪はカットなどはちょっとできないんですが、入院中の方も髪を洗える、あシャンプーマシーンという機械を使ったマシンシャンプーや、あと手で行うハンドシャンプーから頭のマッサージも含めたヘッドスパも取り入れてます。すごくいいですね、はいはい、ありがとうございます。だって綺麗で痛いもんね、いつもね。そうですね私なんか綺麗でやったらなんか心も嬉しくなっちゃいますもんね。そうですね、はい、じゃあアプリコットの杉山さんは、はい、どういうことをしてるんですか。いつも私は患者さんに、はい、お料理を提供しております。おどのようなお部屋の方にお昼の方はお部屋の方に提供なんですが、はい、朝と夕方は患者さんにも少しやっぱり運動していただきたいので、はい、アプリコットまで来ていただいてお料理の提供となっております。あそうなんだ、はい、すごいちゃんとクックさんって言うんですかこれコックさんみたいな格好をして、はい、やってるんですね。そうです。私ね確か歓送迎会の時に杉山さんとお会いしたんですけれども、はい、だいぶ雰囲気変わりましたね。変わりました。あの時なんか金髪のカツラかぶってから踊り狂ってましたよね絶対レディーガガはやってないですよあれ普段そんな感じなんですね。そうなんです。また見たい。あれぜひ5周年の時にすごい迫力で踊ってたからねお笑い芸人になるかと思いました。そうですか、ありがとうございます。そんな人が出してくれる料理ってすごい幸せになりそうですな。ありがとうございますお二人じゃあリスナーの皆様に一言いただいてから終わってもいいですか。はい、じゃあまずトーバルさんからお願いします、はい、緊張してます。すごい緊張してます私たち、はい、エステサロンでは産後のママお子さんがいる女性の方でも託児所も完備しておりますので気兼ねなくまた自分の時間を得たい方にもご利用いただけますのでどうぞ遊びにお店の中商品も多数揃えておりますので
緊張しますね。大丈夫です、美しいです、うん、あの揃えておりますので、うん、あのお店だけちょっと見るだけでもどうぞ足を運んで、あのご来店の方よろしくお願いします。これはここの患者さんだけじゃなく、はい、一般の方も利用できるんですよね。はい、一般の方も全然あのご利用できるので、うん、ちょっと外からは見えないので、はい、あまりちょっと気づかない部分もあるんですけど、あのこのちょっとラジオとか、はい、あの広告であの見かけた方にもぜひあの来ていただきたいです。はい、はい、皆さんぜひいらしてください、はい、それでは杉山さんお願いします。はい、レストランアプリコットではお母さんと胎児の健康を考え、安全で美味しい食材にこだわり心を込めて料理を提供しております。またあのオペとかそういった出産の際に付き添われるご家族の方のお食事などもご案内しておりますので、はい、ぜひよろしくお願いいたします。はい、私も毎回美味しくて元気になっています。また食べたいです、はい、それではお二人どうもありがとうございました、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ここで1曲、曲をお届けします。2時14分を回りました。この時間はアイレディスクリニック赤ちゃんいらっしゃい教えて北条先生放送100回記念スペシャルを沖縄市三郷にありますアイレディスクリニック2階の受付横よりお届けしています。お相手は上条美希と、そしてはい、こんにちは、北条です。はい、あ、先生忙しかったみたいですね。そうですね、夜中のさんとさっきとね、 あと2人ぐらい前でそうですけどね。あ、そうなんですか、はい、
忙しいです。早くしてください。ちょい確か忙しいですけれど、はいはい、あのちょっと話しましょう、うん、梅雨明けしましたけれども、はい、そうですね、はい、梅雨明けしたんですね。梅雨明けしたみたいですよ、昨日。うん、一昨日あんなにすごい降ってたからどうなのかなと思ったらね、よかったですね。やっぱり天気が晴れると、うん、お産も増えるんですかね、うん、そうでは関係ないですか。なんか新月らしいですよ、そろそろね。だから満月、新月かなって感じがしますね、はいはい、うん、頑張ってくださいね、はい、あと今日二人の予定。そうですね。ところでですよ、はい、教えて北条先生が、はい、のコーナーが100回迎えたそうですよ、はい、もうですか、はい、びっくりですね、本当ね。いや、上条さんのおかげです。いや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 、うん、お世辞言っただけ。誰もが多分北条先生のおかげと思ってますよ。いえいえね。本当にね、はい、いろいろとね、社会派番組でもありね、はい、いろいろと、僕もこう自分の思いを言わせてもらうね、コーナー作ってもらってありがたいなと思ってます。先生の ね、うん、博多弁人気ですよ。あ、本当、はい、いや、なかなか出ないですけどね。じゃあどうですか、100回を迎えて、はい、そうですね、うん、まあ、まずはもともとはこの、ね、赤ちゃん産声を、うん、全国ね、まあ、はいはい、ここで産んだ患者さんにご協力いただいて、ね、うん、その声を聞いて育児に対してね、まあ、やっぱりこう心にもう一回ね、初心に帰ってもらって、はい、虐待をしないようにしてもらったり、あるいは命を諦めようかな、どうしようかなって迷ってる人が、うん、ああ、やっぱ産むって赤ちゃん命が誕生するこんなにすごいんだってね、はい、ああ、やっぱ頑張って産もうとね、そういう気持ちになってもらえるようにと思って始めてね、FM 小沢さんのご協力のおかげで、ね、はい、今もうネットワークどんどん広がってますけど、沖縄 全県にね、ぜひ、本当ですね、うん、沖縄やっぱりね、子供がいっぱい生まれるわけですからね、ぜひ子供を大事にして、ね、育児のしやすい環境作りにね、はい、でそれに伴ってちょっと話をね、上条さんとできたらなということで始まったね、はい、教えてがこんなに長くなったとはね、100回。私もびっくりですよ、1ヶ月で終わると思っていました、お祝いのコメントが届いていますよ、はい、ツイキャスでルドルフさんが100回放送おめでとうございます。ありがとうございます。北条先生登場しましたねって、はい、先ほどのね、エステのトーバルさんが、うん、そうね、美しかったということで、また登場しますかって言われてますね。あとで呼びましょうか。あ、はい、皆さんどんどん来てますけれども、はい、この教えて北条先生のコーナー、ええ、そのアイレディスクリニックのコーナーでは、ええ、ここでこのクリニックで生まれた赤ちゃんたちの、うん、そうですね、産声を放送してるじゃないですか。そうですね、はい、産声と、まあ、もともとはこうお母さんたちに、まあ、我が子にメッセージを入れて、ね、うん、やっぱり子育てって長い時間ね、はい、子育てするわけですから、その間にこう親も、ね、子も反抗期になる時もあるし、ね、あ、親もね、そうですよね、そうそう、ね、そうですよね、お互いね、はいはい、あーってなった時に、はい、これをメモリーとして出してね、聞いたら、うん、お母さんありがとうってね、うん、子供も思うかもしれないしね、思春期が早く終わるかもしれないし、ね、やばい、私まだ思春期真っ只中かもしれない、このコーナーね、本当、はい、そうなんですよ、うん、お母さんたちのみならずちょっとやさぐれてしまっている大人の人たちも、うん、心が現れるって人気ですね。そうですね、はい、まあ、本当に、ね、リアルな、はい、そのお産の現場をね、うん、あ、でもね、結構僕がね、はい、バカ野郎とかね、はい、いろいろお産気合入ってる言葉は、はい、全部綺麗にね、はい、保育士さんたちが編集して、はい、素晴らしい思い出になるように編集してくれてるからね、ありがたいですね、うん、お産はそんなに、ね、スムーズにいくことばっかりじゃないのでね、はい、まあ、でも本当にみんな、うち、まあ、これは僕だけじゃなくて、うん、本当にその編集をしてくれてる保育士たちがね、はい、日夜こうね、うん、やっぱ仕事をしながら傍らやってくれてるからね、みんなの思い出になるようにね、はい、非常に感謝ですね、うん、保育士登場したかな、まだ、まだですね、あ、本当、今からですね、また後でね、ぜひ、このとても素敵なコーナーですねって、うん、
ツイキャスでも言ってますけれども、うん、なんとこれね、3、4年前に、はい、北条先生自身が発案した産声の企画らしいんですよ、うんうん、あそうですね、ここで一つ、うん、一緒に聞いてみたいと思うんですけれども、はい、いいですか。あいいですね、はい、はい、こちらはですね匿名希望さんです。はい、女の子の赤ちゃんです。お姉ちゃんたちの応援から始まります。パパの応援もあり頑張って出産しました。そしてお姉ちゃんとパパとのへそのをカットです。コメントは2人のお姉ちゃんとパパです。それでは聞いてみましょうね。はい、はい、お願いします。はい、お母さん、赤ちゃん目だった。お母さん、頑張れ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 。はい、両手、両手。はい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 、ハサミもみっきよし、ここの間ね、この間よ、ここね、もう少し深く入れよう。チャッキン、チャッキン、チャッキン、いいよ、切って、チャッキン、もう一回、奥まで、こうして、そう、もう一回、はい、はい、もう一回、いいよ、はい、お父さんと一緒に切ろうか、お父さん切るか、やるよ。ミルネネだよ。うん、ミルが好きでしょ。一緒に遊ぼうな。はい、なるば。なるネネだよ。海ネネは早く海を触りたいから早く出てきてちょうだいね。バイバイ。はい、今度父ちゃんです。やっと海に会えました。予想以上に可愛い女の子で父ちゃんとっても幸せです。生まれてきてくれてありがとう。これからたくさんたくさんみんなで遊ぼうね。はい、先生、はい、この時のこと覚えてますか？覚えてない。嘘。覚えてないけど、そう、覚えてはないけど、でもね、はい、俺はやっぱ子供には優しいなと。へその直近直近は多分やっぱりね、お姉ちゃんがしてたんだと思うね。はい、なんか自分の声聞いてちょっと恥ずかしいなと。直近直近とかね。笑われてますよ。本当。うん、まあでも本当にね、家族誕生時、はい、お母ね、本当、いや本当は覚えてるけどね、はい、ね、このお母さん頑張れよね、はい、あの兄弟二人が一生懸命ね、こう自然とずっとそばでね、うん、こう手叩きながら言ってるね、本当にいいなと思いましたね。うん、こうやって、うん、家族の方もみんな入れるもんなんですか？うん、そうですね、僕はそうしてます。やっぱり、まあビデオも撮ってる人も全然構わないですけどね、本当に家族の瞬間ですよね、はい、始まりのね。だからあれをね、できるだけ僕は立ち会ってほしいなと思うね。上の子たちがやっぱりね、うん、弟妹ができた時にお兄ちゃん、はい、お姉ちゃんになるしね、はい、本当にすごくいいことだと思いますね。いつもいつもね、うん、これ ILD スクリニック の, このスタッフさんたちが、うん、助産師さんたちっていうんですか、うんうん、助産師、看護師、保育士もね、看護師さんたちが、うん、録音して編集してくれてるんですよね。うん、そうそう、うん、ありがたいなと思って、うん、ね、それね、まずはこう産声を聞いて家族のね、うんうん、絆が深まり、はい、それでもああだこうだ現実は大変な部分があって、うん、また1歳パーティーでやってきて、はい、ああ1歳になったな、もう一回家族のね絆を確かめようっていう、はい、そういう場にしてもらいたいなと思ってね、そういう1歳パーティーもね頑張ってやってますね。これからも楽しみにしてますね。うん、そうですね、はい、私もそして、はい、リスナーの皆さんも、うん、
くさんの方に聞いていただきたいと思います、うん、そういえばね、はいはい、たまに倒れそうになるお父さんいるから、それもこれから編集カットしないで入れた方がいいね。あ、聞きたいです ね、そしたらお父さんダメねとかね、後でね、なんか規制を走って倒れるんですか。いや、もう顔がおじいけど、お父さんがフラ、もう先生ダメです、ギブアップって言ってね、で、横の畳にコテッとね、はい、うん、まあ、途中まで頑張ってるからよしとしてますけどね。あ、じゃあ次回からそれも楽しみにしてます、うん、そうだよね、はい、それもちょっとリアルでいいかもね。先生のバカ野郎も聞きたいので楽しみにしてます。いや、それはやめた方がいい。はい、ということで、はい、インタビュー、はいはい、わかりました。それでは引き続きよろしくお願いします、はい。教えて、王2時26分です。はい、また先生外来に行ってしまいました。外来に行っちゃったって言っといてって言われました。あ、ここだけの話、ね、はい、そうなんです。また戻ってくるかもしれない、はい、ということで、ここはまた新たなゲストの方をお招きしています。自己紹介お願いします。お一人ずつどうぞ。はい、保育士をしております伊良葉千秋と申します。伊良葉さん、はい、よろしくお願いします。そして、はい、私も保育士の田口と申します。よろしくお願いします。いつも元気な田口さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。伊良葉さん、わかりますよ、卒業したてですよね。そうです、新人です。まだ新人さんですよね、うん、そうです、そうです。この前新入歓迎されてた方ですよね。あ、そうです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 。挨拶しました。はい、どうですか。いや、まだ入ってそんな経たないんですけど、うん、もう揉まれながら頑張ってます。あ、そう、どこら辺揉まれたんですか。そこ聞きますか。、うん、もうでも先生のもと、厳しい先輩のもと、でも優しいので、皆さんとってもいい人ばっかりなので、うん、切磋琢磨してますみんなで。そして田口さん、はい、田口さん最近どうですか。あ、そうですね、うん、あの最近も変わりなく自分のペースで、あの若い人たちと一緒に頑張って働いております。田口さんって、はい、あの保育士さんですよね、はい、いつも普段着でね、はい、この保育園っていうか、アイレディスクリニックの保育園なんて言うんでしたっけ。アイキッズです。アイキッズルームの子供たちと、うん、遊んでる姿しか見たことなかったんですけれど。あ、そうなんですね。うん、そういうなんか看護師っていうか病院みたいな格好を初めて見ました。あ、そうですか、はい、私逆にあっちになかなか行くことがなくて、はい、そうなんだ。自分の中では向こうに行くことがなかなか行けることがないので、レアだななんて思いながら向こうで働いてたんですけど、はい、いつもは何をされてる方なんですか。赤ちゃんをベビー室で、はい、あの伊良葉さんと、あと他の、ね、スタッフと一緒に、あのベビーちゃんの主なお世話ですね、おむつ替えたりとか、授乳時間の連絡をしたりとかっていうことを主にやってますね。いいですね、生まれたばっかりの赤ちゃんを会えるんだ毎日。そうですね、そうですね、それが一番の特権ですね、やっぱりね。素敵だ。最近ではこの何人ぐらいいらっしゃるんですか、赤ちゃんたち。今日がまたね、いっぱい生まれてきて、もうね、先ほども生まれて1人、うん、生まれたってほやほやだった、うん、そうなんですよ、もう13時頃に生まれた方がいるので、はい、今何人、今日は全員で5名ぐらいいるのかな。5名ぐらいいますね、うん、今日生まれた方で、今日生まれた方が2名もすでにいて、これからまた生まれるかなっていう方もいらっしゃって、で入院中の方もいてですね、うん、いいな。どういうところが一番このやっていてやりがいを感じるというか楽しいですか、この託児所って。ベビー室ですね、新生児室、はい、私はやっぱ入ってすぐから今も持ってるのは、やっぱこの新生児ってなかなか関わる機会もないの で、私もまだ、ね、周りにあんまそんなに子供いっぱいいるわけでもないので、やっぱり毎日子供の赤ちゃんの笑顔を見れるのがとってもやりがいだなって思いながら頑張ってます。
どうして託児あじゃないベビー室のこの保育士さんになろうって思ったんですか？変座さん、変座さん。すみませんこれ。あ違う人、ごめん。あイラハさんごめん。もともとすいませんね、もともと病院のちょっと病院関係の保育士を目指してて、いろいろ探してるところでアイレディスクリニックのホームページで知って保育士をこっちで雇ってるって聞いて、で何度か体験もさせていただいて学生の頃に、それやっぱりあの先生の考え方とか働いてる保育士とかナースさんの働きぶりにとてもなんかあやっぱりここで働けたらいいなと思って、うん、最初はちょっとアルバイトからさせてもらって、そうなんですね、うん、で学校と両立しながらやらせてもらって、無事ちょっと入らせてもらって今働いてるって感じですね、もうね顔がねすごい仕事をねしてる人の顔になって今学生じゃないですよ、うん、ありがとうございます。すごい充実してるんですね、うんうん、楽しいです。そしてベテランの田口さん、いやいや全然ベテランじゃないんですけどね、あの顔だけベテランなんですけど。田口さんは、はい、この長い間、はい、この保育士さんとしてやられてると思うんですけれど、どういうところが一番好きなんですか？あここでですね、うん、働いてて、そうですね、やっぱり私も生まれたばかりの赤ちゃんに触れ合ったりっていうこともあのすごくあの幸せを感じますし、あとはやっぱりですね、あのお母さん方とのコミュニケーションもやっぱりすごくあの楽しみながら、はい、あのね、その人それぞれに思っていることとかあのいろいろねあのお聞きしたりとかしながら、でまたベビーちゃんとの関わりとかをねこちらの方でスムーズにいくようなアドバイスしてあげたりとか、あのお話聞くだけでも聞いてあげたりとかっていうのがやっぱりあのやっててとてもやりがいを感じますね。あそういうお悩み相談っていうか、うん、自分の心の内もあの話したりするんですね、うん、やっぱりそうですね、あの先生もよくおっしゃるんですけど、授乳室であの赤ちゃんの顔を見ながら授乳している時ってやっぱり一番本音があのポロッと出てくるところではあるので、あのやっぱりそういうところであのお母さんたちが何か思っていること困っていることないのかなっていうのを私たちは聞いてあげる役目ですね。でまたそれをねあのどんどんあのナースさんだったり先生だったりとかにつなげていって、あの一緒にみんなで子育てするような感じで当院でやってますので、私ね、うん、初めてねこのアナウンサー司会をやったのが、うん、っていうか他ではやったことないんですけれども、アイレディスクリニックの納涼祭だったんですよ、うん、その時にねすごく田口さんがねフォローしてくれて、うん、いろいろアドバイスしてくれたんですよ、すごい、だからそれがすごく印象に残ってて、なそれでねなんか優しいっていうイメージなんですよ。そうだったんですね、いえいえ、そういうことから来てたんですね。そうですかね。すごい。それではあのちょっと最後になるんですけれども、リスナーの皆さんにあのお一人ずつ一言ずつお願いします。はい、私まだ入って時期も浅いんですけど、はい、一生懸命頑張っています。でこれからもやっぱりいろんなことあのお母さんとか赤ちゃん見ていきたいと思っているので、ぜひ興味ある方はアイレディスクリニックにいらしてください。はい、ありがとうございます。お待ちしてます。そして田口さんお願いします。はい、はい、あのじゃあ聞いていただいている方ね、あのお子さんがいらっしゃる方もいらっしゃらない方もあのぜひね当院の方に一度足を運んでいただいて、あのまたうちの当院の良さをあの少しでも知っていただければなと思ってます。あのスタッフ一度頑張ってますので、どうぞ皆さんいらしてくださいね。ツイキャスでですね、田口さんの情熱体力密着してほしいっていうコメントが届いてますよ。嘘でしょ。面白そうですね。これからも頑張ってくださいね。はい、今日はなんかたくさんお産が置いて聞きましたけれども、お二人頑張ってください。はい、ありがとうございます。はい、こちらこそありがとうございました。はい、こんにちは。こんにちは。お忙しいですな、はい、ここ駆け巡ってますね、走ってますね、うん、ね、うん、患者さん待たしちゃいかんからね。本当ですな、うん、早くして私は待ってました。
先生メール届いてます、はい、こんにちは、うん、宜野湾在住のおっさんランドリーですって、はい、美希さん、北条先生、いつも赤ちゃんの番組聞いてますよ、うん、宜野湾だけでなくいろんなラジオで放送してるんですね、うん、そうなんですよ、うん、ラジオから出産音声が流れてきた時はびっくりして、そして自分の子供の時の出産を思い出し感動しました、うん、これからもぜひ感動を届けてほしいですということで、いいですね、宜野湾か、いいですね、ですね、はい、多くね、一人でも多くの方に聞いていただいてね、はい、またこんな番組あるよってね、みんなにどんどん輪を広げて聞いてもらいたいなと思いますね、はい、これね、うん、今この特番、うん、FM 宜野湾と FM 那覇の、うん、3局同時放送されてるんですけれど、はい、今このコーナーはですね、うん、いっぱいのところでやってるんですよね、うん、FM 読谷、そうよね、 FM 未来ウルマ、そして宜野湾那覇講座、あとやんばるやんばるやんばる、そうね、皆さんいっぱいいつも聞いてくれてありがとうございます、うん、ありがとうございます、うん、メッセージもありがとうございます、またお待ちしています、コメントも来てます、シーサーさん、いいスタッフが多いですねって、ありがとうございますそして、うん、アルバイトで研修やってると採用しやすいですねって来てますね、うん、あ、先ほどのイラハさんでした、あ、そう ね、最初はまずやっぱりね、うん、僕厳しいから、あ、そうなんです ねついてこれるかなっていうことでね、まずみんな体験してもらって、はい、まあ命は、ね、2人分だからね、お母さんと赤ちゃん2つの命預かるからね、はい、ね、うん、気合入れてきてもらわないとね、うんうん、そうですね、はい、ということで、はい、気合を入れるコーナー、はい、行きたいと思います、はい、教えて北条先生のコーナーでーす、はい、バフバフバフ先生、今日もですね、うん、質問来てます、はい、今日ちょっと難しいのでね、うん、ちょっと先生聞いてみないとわからないなと思ったんですけれど、うんうん、リスナーのバンビさんからの質問です、はい、プラセンタって胎盤ですよね、うん、プラセンタっていいものですか、うん、ちょっと胎盤をどうするのかなって怖いイメージがあります、うん、よかったら先生教えてくださいということで、はい、質問が来てるんですけど、プラセン最近でもね、外人さんとか胎盤持って帰っていいって言ってね、昔は沖縄の場合こう自分のお家のお庭に埋めるなんかそういう風習のあるところもあるらしいね、だから持って帰って、でも今胎盤持って帰る人はそれをこうなんていうんですか、プラセンタの美容液にねしたいからっていうね、あ、そういうことか、うん、でも、まあ、もちろんプラセンタの注射っていうのはあってね、はい、いろんな男性も女性も使いますけれどもね、もちろん安全性のものを使ってますからね、ね、胎盤というちょっと怖いなっていうイメージね、うん、はい、あるかもしれませんけど大丈夫ですよ、この今、うん、プラセンタのサプリとか、うん、化粧水とか、うん、いっぱい人気ですけれども、うん、胎盤から取られたものなんですか、胎盤から、うん、胎盤というか、まあ、企業秘密でしょ、それは多分ね、その会社の2社か3社ぐらいありますけどね、人間のプラセンタ胎盤ってわけじゃない、あ、ね、そうなんですね、うんうんうん、はいはいはい、そんなね、いただけないからね、鹿かもしれない、うん、鹿、はい、知らないよ、牛かもしれないうん、ね、いろいろね、うん、でしょう、はい、でも安全なもちろんものを使うのがね当然条件ですから、うん、そこはねご心配なくね、はい、全然知らない話でした、うん、すごいね、美への追求は胎盤まで行ってしまうんですね、そうね、まあ、うん、でもやっぱ僕らが使う医療用のプラセンタはまあ本当のね、はい、そのあれでしょうけど、まあ、いろいろサプリ美容液、まあ、どこまで効くのかなっていう気がしますけど、まあそれはうん、かもしれないしね、はい、はあ、症状によってはね保険適用できますから、ね、そうするとそんなにね、うん、手頃な値段でねできますのでね、まあ、プラセンタでどんな症状にプラセンタがいいというのはまた、まあ、ネットでも載ってますから調べていただいてね、はい、自分はこの症状に何か合致するなと思ったらどうぞ気軽に来てください、ね、はい、行きます、ありがとうございます、はい、バンビさんありがとうございました、はい、それでは続いて、はい、これいきますか、はい、社会派番組でございます、はい、今日は慰霊の日でしょ、まず慰霊の日から、ね、そうですよね、そうでした、ね、先生、はい、慰霊の日でしたね、うん、やっぱりね、はい、昨日もなんかニュース見ててね、沖縄はやっぱりこの要は民間人の被害がね、うん、
他県というかより多くてね、はい、やっぱそれがね、この戦争の悲惨さをね、やっぱり物語ってるというかね、うんうん、軍人さんじゃなくてね、うんうん、まあ、慰霊の日はきちんとみんなでね、まあきちんとね、しましょうね、はい、うん、私さっきね、うん、こっち着いた時に、はい、12時集合だったんですけど、はい、駐車場で黙祷してから来ました。あー、偉いね、うん、今日は上條さんが素晴らしいという番組。そうです。 OK、 はい、そうね、慰霊の日がね、たくさんのなんか、うん、こういう人が生まれる場所で、うん、またこういう亡くなった人たちのことを思うって、なんか不思議な感じがしますね、うん、そうですね、うん、やっぱりね、生と死があってね、ね、うん、まあ人生悔いなく生きれるように、はい、みんなね、元気で頑張っていきましょう、うん、先生いつもこの赤ちゃんたちを取り上げてるじゃないですか、うん、生まれたばっかりの人ってどんな感じがするんですか。どんな感じ、はい、だって初めて見るの先生じゃないですか。でも できるだけ僕は見ないようにしてる。なんでですか。お母さん見てほしいから、赤ちゃん出てくるよって言ったら赤ちゃんの顔をお母さんにきちんと見てもらう、そういう取り出し方をしてるからね。赤ちゃんと握手させるの僕は。ね、生まれてきた赤ちゃん、まずお手手が出てきたらお母さんと握手してというね、そうすることでね、うん、たまに性別先生秘密という人、僕目つぶって出して自分でできるんですか。自分で男か女か見てって言って、ね、あ、うん、そういう楽しみの取り方。あ、そうか、届くか。そう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 、ね、うん、赤ちゃんの頭できた手でね、赤ちゃんの頭触ってて髪の毛が生えてるかツルツルかどっちかね、自分でちょっとね、まあそれぐらいできるなと、冷静に自分の赤ちゃん生まれてくる瞬間ね、しっかりと見えるから、産んだって気がする。我が子との初対面はね、お母さんでやっぱりやってほしいからね、うん、そうですね、はい、わかりました、はい、慰霊の日、はい、皆さんどう過ごしてますか、はい、ということで、この気になる記事が、はい、琉球新報に載っていたので、これをちょっと紹介したいと思います。卵子に注入、5人誕生ということで、体外受精の際に、うん、母親本人の細胞内にあるミトコンドリアを、うん、卵子に注入する新たな手法で、うん、4人の女性から5人の健康な子供が生まれたと、うん、大阪市の不妊治療クリニックが21日発表したそうです、うんうんうん、何ですかこれは。まあ、ミトコンドリアって要は、ね、エネルギーね、なんですかね、まあ、それをの元を入れるとね、なんかもともとアメリカでこう開発したって話ですけども、はい、まあね、誕生することはいいことだと思うしね、ぜひ、ただ、ね、やっぱりその影響というのは分かんないですね。要はクローンもそうですけどね、いろいろ含めて本当にその子がね、うん、健康に育つのか。でも我が子が欲しいという人にはね、すがる思いもあるのでね、うん、何もそのね、害がなければいいかなと思いますけども、いろいろな意見あると思いますよ。ミトコンドリアって何ですか、そもそも。ミトコンドリアって細胞に入ってるエネルギーを、ね、あ、うん、人間誰しも持ってるものなんですか。人間誰しも持ってます、あ、じゃあそのエネルギーを注入して、うん、上條さんの細胞一個一個にあります。目に見えないレベルでね、僕らが呼吸ができたり手を動いたりしても全部そのミトコンドリアを通してエネルギーをね、こう変換して動くわけですからね。それを卵子に注入すると、うん、あ、まず元気にしてからっていう発想なんですか。わかりません、難しすぎて。これアイルディスクリニックではやらないんですか。しませんできません。あ、じゃあやっぱりまだ信用性が薄いんですね、はい、この。いや、そういう問題じゃなくて、難しいし高度医療ですから。だってお金も高いでしょ、170万だよ、はい、1人、払えないですよ、ね、これは私難しい、うん、ね、もう本当に笑をすがむ思いの方ね。そうか、はい、不妊治療もね、いろいろ悩んでる方いっぱいいますね、うんうん、そしてコメント届いてますよ、はい、大塚健二さん、はい、先生の取り上げている中で、うん、印象に残っている出産があれば、うん、お話ししてほしいですということで、うん、印象、はい、印象に残るっていうのは、うんうん、全部ね、うん、一人一人違いますし、はい、ね、まあ、やっぱりね、途中ね、僕も昭和の男だからさね、妊娠中に僕とね、いろいろとこう迷惑かけられた感じは確かにね印象に残ってるよね。あ、そうで
ですか、うん、あそういう感じなんですね。そうそうね、あの時はごめんなさい先生で、まるで自分の娘のようにね生まれた後やっぱり産んでよかったっていうね、はいはいはい、まあ、やっぱり悩みね、その諦める手術をするのはね、やっぱ本当女性ね、いろいろ考えてだと思うけれども、うん、まあ許す限りはね、頑張って産んでほしいなとね、そのためにまあいろいろとこうね、うん、喧嘩ね、おせっかいですから僕ね、うん、私は嫌だって言ってなんで産ませるのよとかねまあでもそれは話をしていくで、この人だったら産んで育てていけるかなとね、そういう環境があるかなという時はやっぱりそうするしね、はい、いやこれは難しいかなという時はそうですかということでね、まあありますけどね、あ、うん、この諦める手術の時はですか、うん、まあ本当ね、お産は一人一人ね、もうね、もちろん名前とその時のは、ね、一致はしませんけれども、一人一人みんな本当にいい予算を、いい予算でいてます。そうね、本当にいい予算、うん、いい予算だってみんなも言ってくれるし、うん、ああ下手なお産だったなっていうのは、うん、少なくともここ開業してここではないね、みんないい予算してくれてるな、それが良かったなと思いますね。わかりました、うん、この今ね、うん、私たちの目の前に、うん、今日受診しに来ている方たちや、はい、子供さんたち、うん、ソファーにいっぱい座ってますけれども、うんうん、待ってんだよ、あ、そうなんですか、早くしないと、そうなんですか、こういう印象気づかんかった、みんな待ってくれてるのかなと思ってました、はい、いや違いますよ、あ、そうなんだ、ね、そしてですね、はい、あ、ルドルフさんからコメント、はい、質問です、はい、先生、うん、スタッフの皆さん、うん、全員でどれくらいおられるんですかということで、そう、65人ぐらいですか、あ、うん、多いと思いますよ、多いですね、普通のところね、でもなんやかんやこれもあれもってなるとね、やっぱりみんなそれでも忙が足らないぐらいだからね、はい、うん、まあ徹底してやってます、みんなそれについてきてくれてるしね、今日もみんなお昼もまだ食べれてない人もいっぱいいるんだけどね、お産でね、うん、うん、だから今日はちょっとスタッフには、あ、ブランド名言っちゃダメだね、アイスクリーム差し入れをね、することにして、ね、おー、上條さんにはないよ、私さっきアイスクリーム食べましたけど、あ、そう、じゃあもうないね、はい、みんな食べましたけど、はい、そうなんですね、それでは、はい、ここで一旦、また後ほどということですね、はい、では診察に行きます、また、はい、まだですよ、みんなまだ待ってんだよ、わかりました、わかりました、はい、ではすいません、はい、まあ、よろしくお願いします、また、お母さんの幸せ、それは家族の幸せ、私たちは生まれてくる小さな命を守るためにお母さんの幸せを考えます、笑顔と真心を込めて、お問い合わせは 937-1111 アイレディースクリニック、出会い触れ合い支え合いアイレディースクリニック、アイレディースクリニック、あなたいらっしゃい、教えて北条先生の放送100回記念スペシャルと題しまして、沖縄市三郷にありますアイレディスクリニックの2階から生放送でお送りしています。お相手は上条美希です。ということで、また先生行ってしまったんですけれども、この時間はスペシャルゲストをまたお招きしました。どうもありがとうございます、ようこそ。お一人ずつ自己紹介お願いします。ではまずこっちから、はい、こんにちは、こんにちは、医事課受付の小浦と申します。はい、よろしくお願いします、よろしくお願いします。医事課、そしてこちらは、はい、総務課広報宣伝部の前田と申します、はい、よろしくお願いします、 お願いします。お二人ともなんかあれですね、癒し系で美しいですね。いえいえ、わお、コーラさん、はい、もしかして最近ここで出産なされた方ですか。はい、ですよね、はい、もう何歳になるんですか、お子さん。実は2番目の子も
4年前にこちらでお世話になりまして、はい、で去年1月に3番目の子の、うん、はい、産休明けて復帰しております。あ、おめでとうございます。出産も復帰もおめでとうございます。すごいね。どうですか、じゃあ2回産休と復帰を経験しているということですね。1回目は患者としてこちらで出産でお世話になりまして、産後に先生の熱意に惹かれてこちらで働かせてくださいということで採用させていただきました。でその間にまた3人目を授かることができて、はい、またお世話になりました。あ、すごい。もともとじゃあこういう産婦人科とかで働いていた方ではなく。はい、そうですね。そうなんですね。医事科というのはどういうことをされてるんですか。はい、私が担当するのは主に受付業務で、受付、最初診察にいらした方の対応をして、はい、うん、でまたカルテを回してまたその算定をする係、うん、会計をしたりやってますね。じゃあこちらに来られた方がお客さんというか患者さんが、はい、真っ先に会うのがコーラさんなんですね。そうですね、受付になりますね。はい、それでは次、総務課の前田さん。はい、こんにちは。こんにちは。前田さんもきっと最近入られて、そうですね、3ヶ月前くらいに入ったばかりですね。どこかのハーフですか。あ、いえ、違います、純沖縄ですね。あ、うっそ、はい、フランス人みたい。ちょっと、いえいえ、あ、うっそ。総務課というのは何をされてるんですか。はい、あ、そうですね、うん、私が担当しているのは広報宣伝部になりますので、あの SNSツイッター、あ、ツイッターはやってないですね、すいません、はい、インスタグラムとフェイスブック、うん、あとホームページ主に更新してますね。じゃあいつもお知らせを上げてくださってるのは、はい、何さん、あ、前田さんなんですね。はい、そうなんです。最近なんかをさ、このフェイスブックとかインスタのお知らせが華やかになりましたよね。あ、本当ですか。そんな感じします。素敵だよね。ありがとうございます。じゃあちょっと最後になるんですけれども、お二人一言ずつリスナーの皆さんにメッセージお願いします。はい、産婦人科に来るっていうのは結構緊張して勇気のいることになる方も多いと思うんですけど、やっぱり悩んでるよりは相談に来ていただいて実際見てもらうことで自分の体も知ることできますし安心できると思います。ぜひ女性の方は一度は産婦人科で診察を受けていただきたいと思います。はい、そして前田さんお願いします。はい、ちょっとでも当院に興味を持ってくれる方が増えるように SNS で、情報をたくさん流していきたいと思いますので、皆さんそちらチェックしながら遊びに行きたいなって思ってもらえるように頑張りますので、よかったら足を運んでもらえると嬉しいです。はい、コーラさんも前田さんもすごくなんか和やかでいい感じですね。皆さんちょっと来づらい方も安心していらしてください。水槽もいっぱいあります。安心できるスペース。何を言ってんだって感じですけれども、それでは2人ともどうもありがとうございました。ありがとうございます。これからもお仕事頑張ってください。ありがとうございます。ありがとうございます。先生、はい、お疲れ様です。お疲れ様です。はい、こんな短い間に診察してきたんですか。うん、3人ばっかり。おみんな待ってんだから。すいませんね。いやいや、すいませんね。あっという間ですな。私も待ってましたけど。本当ね。うん、あっという間ですね。うん、うん、いや、ぜひね、はい、今日は100回記念ということで、うん、頑張っていこうね。社会派番組、そうですね、続けて、はい、ね、目標次何1000回1000回までだ。でんぐり返し目標行きます。いや、私もおばあさんですよ。そしたら1000回、はい、2年で100回、ね、そうですね、はい、頑張りましょう。はい、これからもいろんなお悩み相談、はい、人生相談、うん、出産のお悩み、そうですね、うん、うん、もうとにかくはなんか少しでもこういう番組聞いて、うん、なんか自分の幸せを考える機会にね、はい、
まあ、いつも僕のところ のスローガン、お母さんの幸せ、それは家族の幸せだからね、お母さんが幸せになってってね、そしたらみんな家族幸せになれるよってね、それだけぜひ忘れずにいてほしいなと思います。はい、先生これからも、そしてアイルディスクリニックの皆さんもこれからもよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。あー楽しかったねアイレディスクリニック、赤ちゃんいらっしゃい、教えて北条先生、放送100回記念特別番組、早いものでそろそろエンディングとなります。この番組はお母さんの幸せ、それは家族の幸せ、アイレディスクリニックの提供でお送りしました。皆さんもすいません、あの貴重なお時間この一角をお借りして、はい、私たち長居しました。いえいえ、安心して診察戻って大丈夫です。はい、はい、それではお相手は上条美希と、はい、アイレディスクリニック院長北条でした。皆さんまた来週よろしくお願いします。さよなら。見てね、じゃなくて聞いてね、はい、聞いてね。